皆さん、こんにちは。本日は三角関数の合成の問題を実際に解いていきましょう。では、早速ですが、ルート3サインシータプラスコサインシータ。この形、どうすればいいかと言いますと、ここでのポイントというのは、サインの係数を横、コサインの係数を縦に書く。こういうふうに押さえておきましょう。そうするとどうなるかと言いますと、はい、こんな感じになって、はい、横がルート3。 縦が1ということですので、はい、こんな感じの三角形できまして、はい、斜めが2ですよね。で、この角度は6分の π、1対2対ルート3って形になりますので、6分の π というふうになります。なので、はい、2sin の θ プラス6分の π、このように答えることができます。続いて、2番みたいな問題ですが、2番に関してはこちら、はい、マイナス2でまずくくってあげまして、 で、そっから、はい、また同じように、サインの係数が横、1ですね。コサインの係数が縦、マイナスの1ですね。はい、まあ、マイナスの場合はこんな感じで下に書くってことも押さえておきましょう。そうすると、はい、こんな感じでできまして、ルート2で、この角度は4分の π。ただ、今回4分の π だけ下に行きましたということなので、マイナス2で、ルート2サインのタマイナス4分の π。こういった形で答えることができます。 合成のやり方をしっかりと押さえておきましょう。以上になります。